ありがとうございます。今の日本っていうのはすごくね、これからどうなるかわからないけど、安定した80年があったんで、まあ仏教を勉強するために本当に世界ではもう紛争だらけだったのに、80年間安定した時代が続きました。それは何を隠そう、我々は勉強するためだったんですよ。ちゃんともうそういう風に決まってるんですよ。ですから私もこの30年以上、平和に、生きて、そして毎日の仏教を学んできました。その成果によってですね、まあ聖母の御前のお釈迦様の教えが、私に引き継がれて、そしてこれから私から儒教まで皆さんが生まれ変わった世界に必ず法華経があるんで、それをまた引き継いでですね、その世界で如来になって、また他の人に儒教を授けてっていう、このつながりがですね、なんとこの全創造世界を、マルチバースとして、無限に拡大していたっていう、こういう仕組みがあるってことに本当に私の、気がついたことにすごいびっくりしました。で、私もですね、普通に20代の大学生の頃のパワープリンとして生きてたんですけど、これをまさに理解してしまったんで、パワープリンからいきなり如来になってしまいました。はい、皆さんまだパワープリンの人いる？まあ、ここに来た人はもうパワープリンを脱却してもう菩薩、大菩薩の道に入ったと思うけど、大丈夫、パワープリンじゃない？ちょっとよいしょ、フォーラーをしますね。皆さん、まずこの世界の中にある、誰も気がつかない全ての答えである多方糖、多方糖を皆さんはもう、見つけたでしょうか。多方糖は、どこにあったかっていう、多方糖が全ての答えなんですよ。なんだっけ、ウォーリーを探せだっけ、ウォーリーなんか探してても意味ないんで、この世界に多方糖を探さないとダメなんですよ。多方糖はどこにありましたね。そうですね、私たちの中、そして聖法の如来の第五の教えの中の法華経の中の第11章の憲法等の中に多方糖が出てきましたね。ここから多方糖がこの世界に登場しました。はい、この多方糖っていうものが宇宙の一切の答えなんですよ。だからこの多方糖っていうものに気がついて、そして考えるっていう、これができた人っていうのはもう、最高の場所にしか生まれ変わりません。まあ、生まれ変わるごとに、この大乗仏教の広まる安定した国に生まれ変わりますね。はい、じゃあ多方糖は何かっていうと、まあ、完成された全創造世界のことを多方糖って言います。まず完成された、全創造世界のことを多方糖って言います。多方糖の中には皆さんが未来に、まあ、私から儒教をもらって菩薩行を繰り返して、そして、その世界で見事に聖母の名の大悟の教えを理解しきって、大如来になった世界、そしてその世界のことを豊穣と言います。宝が生まれた世界と言います。ですから皆さんが如来になる世界のことを豊穣世界と言いますね。そして全ての皆さんが如来になって、そして弟子を下脱させて自分に帰依して、そして新しい法華経を皆さんが作ります。そこでそしてそれを授けます、弟子たちに。そして弟子たちが、それを誓って、無限の世界に旅立っていった時、そして皆さんが入滅します。その入滅した如来が一個になったものが多方糖なんですよ。そして皆さんが如来になった時に、まさに弟子たちを下脱させて自分に帰依して、そして、まあ、ウバイウバ族、ビクビクに、まあ、4種の回収が皆さんの前に集まってきますと。そして皆さんが、その如来の人生で達成した、全創造世界を完成させるための教え、まあ、つまりそれはこれに当たるんですけど、それを弟子たちに話すとき、その時にあなたの教えは本物です、素晴らしい素晴らしい釈迦牟尼如来を、私たち全創造世界の入滅した如来たちはあなたの教えを聞いて、あなたから儒教をもらって、そして、悟りを開きましたと、そして如来になりましたと。まあ多方糖に書いてありますね。私は菩薩の修行していましたと、憲法ともに書いてありますと。多方ぐらい言いましたと、全ての、如来たちは言いましたと、入滅した。
私はかつて菩薩の修行をしていましたと、しかし如来に出会って、これ法華経の中ではすごく、簡単にも書いちゃってあって分からないんですけど、他方如来、つまり全ての如来たちは、入滅した如来たちは言いましたと、私たちは全て法上世界の中で、言いましたと、菩薩の修行をしていましたと、しかしこの宇宙の一切書かれた万物理論、法華経に出会うまでは本当の悟り、この上ない完全な悟りには出会わなかったと、こう言いましたと。皆さんもこれまで多分、私と出会うまで、私の法華経の解説を聞くまでは、いろいろスピリチュアルな世界とか、まあ仏教とか、イエスとか、あとヨガとか、まあ、この世界にある、まあ、いろんなものに興味を持ったと思うんですけど、ですけどそこには答えはありませんでしたと。あったのはなんだか変なものを売りつけたりとか、なんだか勘違いした親父じゃなくて俺は悟ったとかすごいとか、そんなこと言ってるような、そんな連中しかいなかったと思うんですよ。そんな連中にはこの他方とは見えません。この全創造世界が完成したこの姿は見えないんですよ。ですけど今皆さんはそれが見えて、自らが如来になって、でそして弟子を取った世界で、見事に、儒教を授け終わって入滅して、そして、生命の目的、進化を完成させた状態である己自身の未来の姿がこの他方と中に入ってるんですよ。そしてどこかの世界で本物のこの教えが説かれるとき、そこには他方物、他方塔が現れて、あなたの教えは本物ですと、あなたの教えは本物ですと、あなたの教えは本物です、あなたの教えは本物です、あなたの教えから私は、悟りを開き、そして、生まれ変わり、如来になり、儒教を授け入滅し、宇宙を完成させることができましたと。それを証明してくれる未来物がの集合体が他方塔なんですよ。ですから本当の悟り、本当の万物理論、本当の統一場理論、本物の悟りを語るときには、他方塔しかないとこの他方塔は必ずその教えの中に出てくると。じゃあこの世界の中で他方塔の出てくる教えを語っている人はいるかったらいないと。それはこの世界の聖本の如来であるお釈迦様の法華経だけだと。つまりその法華経の中に他方塔がいて、その他方塔をまさに引き継ぐ本物の教えを説く人だけが新たな他方塔を入滅したにもかかわらず、この世界に引き寄せ、そして皆さんの上にそれを示すことができるんですよ。そして皆さんは、まあ、今上にこの他方塔が来てますと、そしてそこで皆さんは、こう如来から来ますと、如来は今入滅しようとしていると。さあこの教えを未来仏へ、ここから生まれ変わった世界で広めることができるのは誰なのだとお釈迦様は聞きますと、そうしたところですね、その後どうなったか分かるなんて聞いちゃったら、自分に当てられちゃったら困るから、こっち見ないでください、小宮さんがみんな思ってたら。じゃあ松本さん、はい、憲法討論でですね、はい、この教えを広めることができる人は誰なのだって聞いたときに、次14章ですね、そこちょっと読んでもらえます？はい。そうするとこのサラー世界がドカーンと割れちゃうと、そして形のない状態が出てくると、そこからがこの法華経の形のない、世界の始まりですね。これがですから宇宙が始まる前の真空に、まあ、ビッグバンが起こるところ、まあ、今の物理学で言うと最初の、命令が下りますと、その命令っていうのが、まあ、ヒックス粒子って言うとぴったり頭のことはわからないけど、まあ、ヒックスエネルギーって何もない真空に現れて、それがその命令に従って、質量を生み始めると。ヒックス粒子もヒックス粒子なんて言われてるけど、実はヒックス粒子っていうのも形になるのは本当のわずかな命令であり振動であると。で、クォークとレプトンが生まれたと。ちょっと物理学的に説明したら、クォークとレプトンが生まれたと。クォークとレプトンっていうのも、こんな粒子になってるわけじゃなくて、本当になんかちょっとしたイライライラっていう、そういうものが生まれて、3世代をかけて、それが、原子核とかになってきましたと。
そのここからがですから物理学の始まりなんですよ。その物理学の始まりをお釈迦様は言ったんですよ。ここから今言ったところを釈迦的に説明しているのが重要章なんですよ。まあお釈迦様は命令しましたと真空になった弟子たちに、そしてその命令によってヒックス波が起こり粒子が生まれましたと。その粒子たちはお釈迦様の命令によってどのようになっていったのかが重要章に書いてありますね。そこからはい、お願いします。読ませていただきます。第14章、無法者たちが大地の割れ目から出現した。その時、他の世界から集まってきた無法者たちの中の8つのガンジス川の砂の数に等しい無法者が円形に集まった海舟の中から立ち上がった。彼らは世尊に向かって合唱し、世尊に礼拝をして、世尊にこのように言った。もし世尊がお許しくださるならば、私たちもまた世尊よ、如来が入滅された後に、他のサハー世界においてこの教説を専用し、独自し、書写し、供養いたしましょう。またこの教説に専念いたしましょう。ですから世尊は私どもにもこの教説を説くことを許したまえ。するとその時、偉大な志を持つ愚者マイトレイヤ弥勒と八つのガンジス川の砂の数に等しい幾千万億の他の愚者たちはこのように考えた。愚者の大集団が大地の割れ目から踊り出て世尊の前に立って、世尊をあがめ尊び敬慕し、賛嘆し、供養し、そして世尊を礼拝することを未だかつて見たこともなければ聞いたこともない。これらの愚者たちはどこから来たのであろうか。その時、偉大な志を持つ愚者マイトレイヤは自身の疑惑を知り、またガジス川の砂の数に等しい幾千万億という愚者たちの心が迷っていることを察し、合唱して主張を演じてその意義を世尊に尋ねた。その意義を世尊に尋ねたと。その尋ねた意義っていうのをこれから私が説明しますので、要するに皆さん今弥勒菩薩なんですよ。弥勒菩薩、要するに弥勒菩薩って何かっていうと、兜率天にいて、兜率天っていうのはまだ、天正輪廻あって、なんでこの宇宙が生まれたのかっていう、一体なんで何もない真空からこの宇宙が生まれたっていうと問いが兜率天の弥勒菩薩なんです。そしてその兜率天の弥勒菩薩が、まあ、過去世の善根に従ってこの法華経を読みましたと。そうしたところを読み進めていくうちに、サハー世界が粉々に壊れてしまって、そこから、呪術の菩薩たちがドカーンと無限に現れてしまったと。一体これは何だと。一体この菩薩たちはどこにいて、なんでこんなところに真空の中から出てきてしまったんだっていう、これを弥勒菩薩は尋ねたんですね。法華経って読んでいくと、この部分がまず一番難しく思える部分なんですよ。その前に憲法等本の中で、釈迦牟尼如来が法華経を説くときに多宝如来が出てきましたと。そして多宝如来の塔の扉を開く前に、未来仏たちが集まってきましたと。そしてその未来仏たちっていうのは無限の世界から集まってきて、そして大菩薩を、23に連れてましたと。お釈迦様が法華経を説いている時に集まってきた、未来の如来たちの中の一人が、実は私で、そしてその周りにいる大菩薩たちっていうのは皆さんなんですよ。わかります？まあ、私が要するにこの未来仏の、お釈迦様から見ると未来仏の一人としてこの世界に法華経がありましたと。そしてその法華経を皆さんに解説すると、その塔の上に、その真上に、塔が現れてくるんですよ。まさにその私は塔を表して、それは皆さんが入滅した、未来仏になって入滅した守護体であるっていう、このように説明するんですよ。この説明じゃないと絶対に、万物理論、宇宙の一切は説明できないんですよ。ですから多宝塔が出てこない教えっていうのは本物じゃないんですよ。なんでなら多宝塔っていうのは全ての生きとし生けるもののゴールの集合体なんですよ。全ての全創造世界に生きるもののゴールっていうのは、もう草もカエルも、コオロギもキリギリスも
その連中もすべて、どっかの如来から儒教を受けて如来になって、そしてその集合体が実は多方物なんです。ですからこれがすべての生命の完成体なんですよ。それがすべての生きとし生けるものがどっかの世界で如来になって、まあ儒教を授けて、そして入滅した集合体なんですよ。そのすべてが出てきて、あなたの教えは本物ですと。はい。ですから私の教えの中には他方物が出てきたんで、すべての生きとし生けるものがもう、如来になったゴールがここに現れてしまったと。そのゴールが私のことを本物だ本物だって言ってるのは他方如来の話で、そしてここは同時に釈迦牟尼如来の未来性の、如来の未来物の、如来の世界の一つなんですよ。でその未来物の如来たちが集まってきて、そしてさらに釈迦牟尼仏は塔を開く前に自分の分身も無限に集めなさいましたと。だからそこには釈迦牟尼如来もいれば、いろんな如来もいますと。で皆さんが、そしてじゃあこの法華経をそうすると解き明かそうっていうふうに思いますよね。この世界で法華経を解き明かそうと。そうするとまた集まってきた他の世界の如来の弟子たち、まあ、さらには、如来と一緒には来ないけれど未来でこの法華経を読んでいる人たち、普通の菩薩たちいますよね。まだ法華経に気がついていない人、儒教をもらってない人もいると、その全てが集まってきて、僕も法華経を解きたいっていうのがここのくだりなんですけど、釈迦牟尼如来は、もう法華経を解かなくていいと、君たちは違うだろうと、他の如来から儒教をもらって法華経を解きなさいと。なぜならあなたが未来でこの法華経をもう聞いてるってことは、私はもう儒教を授け終わって、他方塔の中に入ってしまった時なんだっていう。だからその姿を見せようって言って、僕らが住んでるこの全てのサハラ世界、未来物が住んでるもう世界を全て消滅させましたと。そうしたところお釈迦様から儒教をもらった、大菩薩たちがいろんな世界で星を解いて姿が見えたと。そしてその一番トップにいるのが4人の如来、上行、無辺行、上行、安流行と。そしてその人たちを中心にして、他の如来大菩薩たちも釈迦から授業を受けた、大菩薩たち、あるいは、未来世において他の如来からもすでに授業を受けた大菩薩たちも全て、ご卒業していると。そしてそれらも全てもすでに、我々がお釈迦様のこの法華経から、他方物をお釈迦様が呼んだその姿を見た時には、過去物であるお釈迦様の世界も完成して、お釈迦様とその菩薩たちはもう全て如来になって他方塔の中に入ってるんですよ。ですからもう、君たちが僕の教えは広めなくていいと、広めなくていいと、そうじゃないと、君たちは、これから自分のいるサハラ世界の、如来に儒教をもらって、そしてサハラ世界を粉々にして、そして広めて、そしてその姿を未来物たちに、と一緒にいる菩薩や未来に、その如来の法華経を読む人たちに示してあげなさいということなんですよ。この辺りが一番難しいところで、ここは多分法華経の第一の関門ですね。はい。ですからここにいる皆さんはもうお釈迦様の法華経は解かなくていいんですよ。お釈迦様の法華経ではなくて、皆さんがから儒教を授けてくれる如来の法華経を授かって、そして生まれ変わっていったその世界に、今皆さんが過去で聞いたこの場が虚空界として記録された法華経がその場にあるんですよ。そこでですから、私も言うんですよ、菩薩たちは、法華経を解かなくていいと、未来の菩薩たちよ、私のもうすべてサハラ世界の中にも完成しちゃってるんだと、十一尊菩薩たちが出てきてもう完成して、私はすでに他方塔の中に入ってるし、私から儒教をもらった如来たちも全部他方塔の中に入ってるんだと。そのここはその過去の、如来の世界であるから、皆さんは皆さんに儒教を授けてくれた如来、または皆さんがその世界で如来になって、そして、皆さんが法上世界の如来として弟子たちを下脱させて、虚空界に連れ儒教を授けて旅立たせなさいと、
こういうことを言ってるんですね。この関係性っていうのが非常に法華経を読むときに重要で、またこれはもう普通の人間ではわからないような感覚なんで、このあたりかな。ですからこの11章の次が実は台場だった本と、あと漢字本か、これは後の余計な坊さんが入れちゃったんで、10章の後はこの14章ぜひ読んでくれて、このあたりを考えてほしいですよ。そしてどこからこのですから菩薩たちは現れたんですかって弥勒菩薩さんに聞くと、やっぱ弥勒菩薩もわからないと。その菩薩たちってのは、弥勒よ、もう私は過去に過去仏として儒教を授けて、そしてその私も、そして私から儒教をもらった菩薩たちも実は他方塔の中に入ってんだと。だから弥勒よ、お前は自分の世界にいる如来から儒教をもらって、そして十一十菩薩にしてもらえと。そして未来の、如来たちが儒教を授けるその如来の姿に、集まってきた時には、その如来たちの弟子の菩薩たちや他の菩薩たち、また師匠の回収には、お前たちは私の呼吸が解かなくていいと、何だろう、もう私は君たちが私の過去物である私の法華経を読んでいる時は、もう、他方如来の中に入っちゃってんだっていう、そういうことなんですよ。ですから、未来物も過去物も全て他方物の中に入ってあるのは、あなたの目の前に如来と、そして皆さんが、その如来から儒教をもらって、これから、これ広める法華経の世界があると。そしてそれを読んでる人たちがいると、もうそれは終わった世界なんだっていう、こういうことですね、はい。ですから過去現在未来も超えちゃってるんで、そのあたりかな、読むの難しいもの。